皆さんこんにちは、ヤンミキです。今日はですね、おうちの休日ということで、あるところに向かってるんですけども、今日はりっちゃんも来ます。何をするのかお楽しみということで、じゃあ早速今日ヤンミキの休日を密着していきたいと思います。はい、ということで皆さん、今日来てるのはじゃじゃん、わかりますか？はい、ここはなんとですね、スタジオに来ております。イエイ。まあ、ちょっとね、りっちゃん来るって言ってまだ来てないんですけど、今日はりっちゃんと久々のスタジオ連っていうものをしたいなと思ってて、私は大学生の頃ね、ずっとバンドやってたりもしてて、でその時 の, サークルの友達でもあるんですよ、りっちゃんは。なので今日はちょっと2人とも音楽大好きなので、軽くですけどできたらいいなって思ってます。で一応、りっちゃんは歌も歌えるんですけど、ドラムもできます。で私は一応パートとして歌と、まあ、あとここにもちょっと前に見えないんですけど、キーボードがあるんですけど、そうキーボードもあったりで、何やるかもそんな打ち合わせしてなくて、今日本当にここにスタジオに来てちょっと練習してなんか合わせてやってみようぐらいのテンションなので、今日はそんな休日をお送りしていきたいと思います。じゃあ久々でテンション上がります。聞いてください。キーボって聞いてない、聞いてない。爪も爪もそう、勝手にちょっとキーボしても多彩なんで、やってみようか。やってみる？じゃあ、やる曲はちょっと皆さん知ってるか分かんないんですけど、スーパーフライさん、それはご存知だと思うんですよ、の You and Me っていうね曲があるんですけど、それがもうピアノと歌だけのもうシンプルな演奏なんですけど、もうめっちゃいいよね。めっちゃいい。ちゃんと私たちがやるなんておこがましいぐらい本当に名曲なんで、ぜひ原曲の方もたくさん聴いていただいて、はい、ちょっとこれは歌詞もね聴いてほしいよね。重いのね、やっぱり詰まった曲だからね。そう、はい、ということでじゃあ練習スタート。久々でもこれ懐かしくない？懐かしいですね。すごい今テンション上がるよね。私もね、最初オープニング撮った時に、うん、テンション上がりますねって言っちゃったもん。めっちゃ上がるねこれ。ピアノさ、なんかさ、強さの出方によってもやっぱ違う風に聞こえちゃうじゃん。キーボーむずいね。それがむずいよね。キーボーめっちゃむずいね。私はここに呼ばれている。そうなのに今日は急遽キーボこれ弾けないって言われて、ええりっちゃんのハモリをね、私はやっぱ皆さんに届けたいんです。すごいから。あーは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 ー、入ってきましたね。はいはいはい、ほい、あーはーほーほーほーはふふふおーオッケー。風には下がいいのかな、やっぱり。風に乗せて、いやLet's sing a song with me、yeah. 今上がった。上でいきます。はい、じゃあもう一回いこう。
そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。